出かけん TV レディーゴー。ブーンハロー YouTube、 どうもデカキンです。イエ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 イパフ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 イエ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 イということで、山氏が来てくれてます。お願いします。お願いします。そして今日はもう一人特別にゲストが来てくださっています。それがこちらです。ポケモンゲットだぜ。どうも太りすぎたサトシ、デカサトシです。よろしくお願いします。ね、その帽子は何なの、子供の？違います、私はデカキンじゃなくて、はい、デカサトシなので。はじめまして。はじめまして、デカサトシさん。はい、太りすぎたサトシ、デカサトシです。ポケモンゲットだぜ。それしか言わねえじゃん。はい、ということでポケモンの帽子を変えまして、はい、この前ねモンスターボールも取ったんで、クレーンゲームで。これいいでしょ。うん、いい。サトシが出来上がってるという。まぁ、ちょっとサイズのミスはありましたけど、雰囲気出たよね。出てるよ。もうデカサトシにしか見えないから。あ、もうデカサトシにしか見えない。うん、わかりました。ということで、まぁ、この姿を見てくださったら何をやるかがわかると思うんですけども、今日やる企画は、吉野家のポケモリ牛丼を食べてポケモン全種類ゲットするまで終われません。はい、ということで、前回実はデカキン動画にしたんですけども、それの第2弾です。前回ですね、ポケモリ牛丼を食べるとポケモンのフィギュアが1個ついてくるということで、それで全種類集めるまで終われないという企画をやったところ、なんとですね、デカキンは全種類前回は集めることができました。で、今回なんと吉野家のポケモリ牛丼第2弾が来てるということで、これはもう集めなきゃダメだなということで。そうだよね、やっぱ山氏ね。もちろんそうでしょう。なんと今回はですね、全6種類あります。これはもう増えてます。前回9で5種類集めれたのよ、うん、だけど今回は6だから9以上は間違いないような気するよね。そうなんです、そのくらいは、うん、ちょっと怖い気もしますが、でももちろんデカキンもヤマシーも今お腹ペコペコなので、この状態でまあ挑戦したらまあいけるでしょう。うん、大丈夫でしょう。ということで、とりあえずはですね、吉野家でポケモリ牛丼セットを6セット買ってきました。まあだからこれで出ちゃえばもう6丼で終わりなんで、じゃあ早速6セットどんどん食べていきたいと思います。まずですね、ポケモリには3種類あるんですけど、今から食べるのがこちらです。こちらがですね、ポケモリ牛丼セットです。牛丼の小盛りと生野菜サラダ。で、ドレッシングもついてますね。で、なんとポケモンのフィギュアが1つついてます。そしてですね、なんかまあ普通に食べてもまあ食べるものは前回と一緒なんで、じゃあどうしようかなと思った時に、トッピング。やっぱオリジナルトッピングをしたら、もっとこの牛丼が美味しくなるんじゃないかと思ったんで、今回はいろいろなオリジナルトッピングを試して食べてみたいと思います。まずは野菜ですよね。まあ野菜はね、大したトッピングじゃないんですけど、やっぱりこれですね、サイゼリアのドレッシングですね。これ最強ですから。サイゼリアのドレッシングはもう最強でしょ、うん、これはもう超美味しいんだから。はい、サイゼのドレッシング。じゃあまず野菜から食べましょう、せっかくなんで。じゃあいただきます。細い空切られた野菜、美味しいよね。うん、うん、美味しい。サイゼのドレッシングがあるとね、もう何でも美味しくなるんで。うん、まず野菜完食です。序盤中の序盤ですから。そう、初歩だからね。はい、そしてこちらですね、牛丼。ちなみに裏には吉野家って書いてありますね。これ前回と一緒だね。これもすっごいやっぱいいテイクアウトのパッケージだよね。こんなこだわってるのなかなかないもんね。そうだね、これ素敵ですね。で、これも普通に食べてももちろん美味しいんですけども、今回はあるトッピングをしたいと思います。それがこちらです。じゃじゃーん、カレー粉。あー、これは合うね。カレー粉、もうね、デカキンね、カレー粉はね、ずっと小学生の頃からずっと舐めてました。え、そんなことなんか、ちゃんとしたカレー作った方が美味しいんだから、カレー粉って何なのみたいな、これを水に溶かして何カレー作るのみたいなぐらいの知識しかなかったんですけど、味付き料理用カレーっていうのはカレー粉に若干のしょっぱさもあって、何にかけても合うの、魔法の粉。へー、だからなんなら枝豆にかけても超合うし、カレー粉超好きです。じゃあこれをちょっとかけたいと思います。さささささ、お、結構そうそうそう、かけるかけるかける、結構かけたよ。うん、ちょっとかけすぎたかも。いや、カレーでもいいって言うよ。いやでもね、これでマジでうまいんで合うと思うんだよね。いただきます。合うわ。超合う。あ、でもね、ちょっとかけすぎたかな。ちょっと辛い、かけすぎ、ちょっと辛いから、ご飯とちゃんと絡めないとあれだけど、超合うよ。うん、まあでも合うけど星3ぐらい。ああ、そのくらいなんだ。うん、星3がどのくらいか分かんないけどさ、普通にこの牛丼食べるのは星5。ちょっと待って、じゃダメじゃん。なんか普通の方がもしかしたら美味しかったかもしんない。
うん。あれもあるかもね。意外にトッピングって難しくて、吉野家の牛丼自体がうまいから、うまみでこう多分喧嘩しちゃうのかもね。そうか。だからちょっとサポート的なトッピングの方がいいのかも。その味がバンバン主張するやつじゃないというか。ああ、はいはいはい。ちょっと補助みたいなね。そう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 。だそっち系でちょっとやった方がいいかもね、次からはね。だから食欲はやっぱりもっと湧いたから、これプラスですね。はい、ということで、まず一丼完食です。じゃあ。ということで、ポケモンゲットだぜ！毎回ポケモンの時だけデカサトシでやらせていただきます。まあ、最初被りようないからね、早速行きたいと思います。お願い、いいポケモン出て！せーの、はい！ということで、デカキンがゲットしたのは、モーカザルです。はい、ということで、こちら、モーカザルです。超尻尾もかっこいい。で、かわいいね、なんかね。最初結構怖いんかなと思ってたけど、人形にすると超かわいい。はい。で、これね、実はね、若干ね、デカキンテヤマシンの中ではトラウマなんですよ。その理由が、前回のこちら、ヒコザルが超被ったんだよね。3つぐらい出た気がするな。ね、めちゃめちゃ出たのよ。で、今回、進化系のこちらのモーカザルになったので、もしかしたらこのモーカザルが結構被ってくるんじゃないかっていうトラウマが、一瞬走りましたけど、やめよ、そういうのは。だってまだ被ってないんだから。まあ、そうだね。はい、ということで、こちら、モーカザルでした。二丼目、続いても、ポケモリ牛丼セットです。それではですね、二丼目のトッピング、これはもうちょっと無難に行こう。ということで、今回トッピングするのはこちら、トロロです。いいね。トロロはもう間違いないもんね。美味しそうじゃん、だから。超美味しそう。いいね。これを、デカキンがいつも食べているこちらの甘口醤油と、こちらのわさびをちょびっと入れて食べたいと思います。はい、オッケー。とろろをこう乗っける作業だけでもね、テンション爆上げですね。うわー、美味しそう。これに、はい、わさびをちょびっと乗せます。そして、ここに邪魔にならない程度に甘口醤油。これぐらいかな、うん、ということで、トッピング、とろろわさび醤油、完成でーす。これは美味しいでしょ。粘り気が違うもん。すごいね。美味しそう。これは美味しそう。いただきます。うまい。これ間違いないわ。邪魔してない？うん、全然邪魔してない。なんならちょっととろろが多いからもうちょい醤油あっていいかも。あ、そんなに？うん、うん、調和したわ。うまい。完全に調和した。あれ、吉野家ってとろろなかったっけ？ないかな。確か吉野家とろろなかった気するな。すき家とかはあんのかな。ある。意外にトッピング系ないんだよね、吉野家は。だから本当にお肉で勝負してますって感じだから、初めてというかやっぱ初体験だよね、吉野家の牛丼にこれトッピングするのが。そうだね、少ないもんね、本当。もうすぐだ、やっぱとろろだったら。あっという間。腰がありすぎるね、とろろが。そうか、やっぱ結構ネバネバしたもんね。すっごい腰あるわ。とろろで腰があるって甘くないよね。うどんみたいだよ。ということで、こちら完食です。そして、やましい野菜かな。いいの？野菜大好きだった。やましい野菜部門頼める、うん、悪いね、ちょっと俺牛丼頑張るから。じゃあ、いただきます。うん、お願いします。野菜部門助かるわ。近くに野菜好きな人いるっていうのは助かるわ、マジでありがたいな。大きいな、本当ですよね。サイゼのドレッシングうまいよね。違う、吉野家の動画なんで今。俺から出しといてなんだけど、サイゼリアのドレッシングうまいよなっていう話になっちゃってるから。サイゼのドレッシング超美味しいですね。おー、早い、ありがとう。完璧。はい、ということで、やましい完食です。ということで、ポケモンゲットだぜ。開けますか。まだドキドキしないよ。ここで被ることはさすがにないから。いいポケモン出て、お願い、被る、絶対被らないで。せーの、はい。来た。リーフィアです。被らなかった、よかった。いや、まあ当たり前なんだけどね。当たり前ですけど、6分のまだ2なんで、そんな被ることはないと思いますが、リーフィア当たりました。これは EV の進化系だよね。うん、そうだね。これね、まだね、全然ゲーム上では見たことないんですよ、僕は。全く。これはもう、なんか見たことはないけど、存在だけはしてた存在ですね。ポンジャン？ポンジャン？そう、ドンジャラ。ドンジャラのポケモンバージョンのやつがあるのよ。そのポンジャンに確かこのコマとしてリーフィアいた気がするな。へー。はい、リーフィアでした。よし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 。はい、被らずに。よし、この調子。もう、あと4つも被らずいけば、もうこのまま企画終わりですから。はい、もうすぐに終わります。よし、じゃあ早速3度目、いきたいと思います。デカキン TV。
ということで、ちょっとですね、今、夜も更けてきたので、カーテンをしました。だからもう、ちょっと、遅いってことだよ。日が傾いてんだから。ね、日が傾いてピッチ上げなきゃダメ。わかった。そう、ということで、今回は、デカキン一丼、ヤマシー一丼で、三丼四丼済ましちゃう。あ、いいね、いいね。うん。で、これで二つも開封できるようにしちゃおうと思うんで、よし、じゃあそれでいこう。で、今回、トッピング、これ間違いないなってトッピングを何にしようかなと思った時に、ちょっとね、新しい試みなんですけど、これ合うんじゃないかなと思いました。それが、こちらです。だし入り茶漬け。お茶漬け。お茶漬け合うでしょ。牛丼にお茶漬けは合うよね。合うと思う。いや、これは今後なんかメニューに入ってもおかしくない。すき家さんとかだったらね、吉野家さんでも入ってもおかしくないようなやつだと思うんだよな。だし茶漬け。で、一応味がですね、鮭、海苔、梅、天茶。天茶っていうのがありますね。天茶天茶。エビ入り天茶。なんだろう、エビ入り天茶って。まあ、何するじゃあ。でも何でも合いそうな気するな。でも、鮭入れたら魚介でしょ。梅か海苔かな。梅もだいぶ主張あるよ。ってなると、やっぱ、最初に学んでるから、カレー粉入れて、主張強すぎるとあれだって学んでるから、そう考えると、海苔か天茶なんじゃない？そうか。じゃあ、海苔行こうかな。俺、天茶何かわからない。何かわからないから、見せないといけないから。でも、エビ入り天茶って書いてるぐらいだから、エビ魚介類だろ、お前。エビ魚介だろこれは。でも海苔、じゃあ海苔か梅じゃない？海苔か梅。さっき梅ダメだろつらい。じゃあ天茶にするじゃん、うん、じゃあまずヤマシーのから。うわー、ちゃんとお茶漬け。わー、美味しそうじゃん超、ね、これにお湯を入れます。熱々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 熱い。はい、いいですね、うん、はい、こちら海苔です。わ、超美味しそうだよ。やばいやばいやばい。香りすごくいい。いいね、うん、デカキンはエビ入り天茶。熱々熱々熱々。はい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 。ということで、こちらが海苔茶漬け牛丼、そしてこちらが天茶漬け牛丼です。え、天茶の方がなんか美味しそうだな。いい見た目してるね。ね、見た目がすごいね、うん、合うんじゃないこれ。で、海苔もやっぱいいですね。海苔特有の感じが出てます。いい香りね。香りやばいね、うん、合うわこれ多分。だってもう牛の出汁出てる感じするもん。するね。じゃあいただきます。いただきます。深み出たわ。深み出てる。牛丼の牛の出汁の深み出てない？うまっ。ね、うん、これ合うよ。これ美味しいな。うん、はい、これちょっと見つけたんじゃない？だからこれさ、吉野家行くじゃん。吉野家行って牛丼食べるじゃん。それの締めの牛丼にいいんじゃない？なんで牛丼牛丼なの？だから締めたいじゃん。やっぱ牛丼食べた後。いや、まあそれで締まってんじゃないの。いや、締めの牛丼にはもううってつけのぐらい超美味しいよ。美味しいよ。あったまるしね。これから冬に近づくにつれて流行りそうな気するな。うん、ずっと流行りのアンカーって聞いてきたのに最先端に来たのこれ。とうとう行っちゃったな今。超えちゃったな一気に。ヤマシーがそんなこと言うからさ、うん、今肉が伸びて伸びた肉ビーンって鼻に当たったわ。何バカ言ってんだよみたいな。ちょっと肉のツッコミみたいにやられたわ。はい、ということで完食です。さあ、ヤマシーも完食です。では早速、こっちがもうどうなるかだからね。うん、これ次第ですから。ということで、ポケモンゲットだぜ！お願い！もう被ってほしくない！もう、まだまだ被ってほしくない。もう、被った時点でもう、プラスで牛丼買いに行くの確定なんで。被らなければ、ね、まだ6丼でそのままストレートでね、行くことができるんで。デカキンの方、いきます。せーの。あしさあ何が出るのか。せーの。はい！おぉやったはい、ということでこちら、グレーシアです。これも EV の多分進化系だと思います。ちょ、これも僕詳しくはわからないんですけども、これもポンジャンで僕は見かけました。かっこいいね、グレーシア。綺麗！最高じゃん。わぁ。あ、いたわ、俺。あの、こういう友達の女子いたわ。あ、そっち？髪の毛がこう長くてさ。いる？いるよね、こういう女性いるよね。いるいる。美人でこういう髪の毛長くてみたいな、うん、こういう人がね、やっぱ生徒会長を務めたりとかもするんだよな。ということでグレイシアです。きたー、よかったー。いいじゃん、超いいじゃん。かぶってないよ。いや、これ並びいいよ。何、並びもいい感じ。今いい感じ。ほら、両方イーブンの進化系でかっこよくなってる。なってるよ。いや、最高だよ。やっぱみんなね、バラバラな方がいいからね。そうだね。じゃあいきます。こっちがヤマシーなんで、ヤマシー頼むよ。かぶってないようにね。頼むよヤマシー。さあ何何何。さあ何が出るのか。いきます。せーの。はい。うわあ。グレイシアじゃん。今出たばっかじゃん。何もうやましい。ここでちょっと待ってよ。グレイシアがこれはこれでかっこいいよね。そうだね。いや、でもかぶってんだもん。ここでかぶるか、こういうかぶり方。ちょっと待ってやまし、これかぶってほしくなかったわ。ちょっとこれびっくりだな。グレイシア、グレイシア、グリングリンみたいな。
いやー、マジか。ここで被ってしまったということですね。まあでもそうだよね。まあそう、被るよね。でもとりあえず、あと2丼ありますから、その2丼。で、少しでも被りがないように、ちょっとやっていきたいと思います。そして、ラスト2丼が、こちらです。ポケモリキッズカレーセットです。小さいカレーにアップルジュースがついてます。そして、こちらが、ポケモリキッズ牛丼セットです。もう、キッズの場合は、半々に分かれてるんですよね。カレーみたいな感じで、ご飯と牛丼に分かれてます。そして、またアップルジュースとフィギュアが1個ついてます。じゃあ、ヤマシ、どっち行きたい？どっちでもいいよ。本当に？うん、じゃあ、ちょっと俺、トッピングで試したいのあるから、このキッズカレーセットデカキに行かせてもらいます。はい、じゃあ、ヤマシは、こちらのキッズ牛丼セット。じゃあ、ヤマシもなんか、これにトッピングしてよ、せっかくだし。何がいいかな。ということで、こちらにトッピングするものが何か。吉野家のキッズカレーセットは甘くて美味しいカレーなの。超甘くて子供向けな、本当にキッズ向けなカレーなんですけど、デカキンはもっと甘いのが好きなんですよ。ということで、こちらに入れるのがこちらです。ココイチの福神漬け。これは間違いないね。間違いない。ちょっとぐちゃぐちゃしてるんですけど、吉野家にね、ココイチの夢のタッグですよね、うん、夢のドリームタッグみたいな感じです。ココイチの福神漬けが一番甘い。もうここのね、福神漬けがね、もうとにかく甘いんで、これをこのカレーに混ぜて食べたら超甘くて美味しいと思うんで、はい、ということで、デカキンはこのココイチの福神漬けを入れたいと思います。こんな甘い福神漬け俺はね、食べたことないから。そんなに甘いんだ。結構甘いよ。へー、これをルーの部分に混ぜて、はい、じゃあいただきます。うん、あんま、うまいわ。あんまいな。ちょびっとだけ食べてみて。すごいな。すごい甘いでしょ、うん、これ乳児でも食べれるわ、下手したら。うまっ、うん、ま、大成功ですね。そしてヤマシーは？デカキンの冷蔵庫にあったチョンカキムチ。え、なんか勝手にうちの冷蔵庫から使ったの。うわって言うから。うちの冷蔵庫にあったチョンカキムチを乗せた。いや、もう間違いないね。これは間違いないでしょ。普通のキムチより美味しいチョンカキムチ乗せてるわけだから、これは間違いなくうまいわ。ちなみに新品だったからね、うちのチョンカキムチ。食べ終わったばっかだったから、これ新品だったんですよ。スーパーで買えるんですけど。これマジうまいんで。新品飽きられたよ、急に。うん、もう間違いない。間違いないね。チョンカキムチはもうマジうまい。最強のキムチ。うん、言ってもきついね。なんだろう、今日トッピングからいいからかな。え、ヤマシー大丈夫？全然平気。やばい、ヤマシーが無双状態だから。全然。え、いつも先に値上げるのに俺より早く、うん、全然いける。全然いけるね。やばいな。でもこっちは野菜ない分ね、早いよね。あ、そうだね。あとアップルジュースだけなんで。デカキンやっぱね、こういうアップルジュースはね、どんどん小さくして、こう飲んでいけばダイヤモンドになるって信じてるんで。石炭とかこう握りしめるとダイヤモンドになるんです。すっごい力の握力のある人がやるとダイヤモンドになってるの俺漫画で見たことあるのよ。それ漫画の世界？漫画の世界で、うん、炭をこうやってガーってやるとちっちゃいダイヤモンドになるの。デカキンもこのアップルジュースをギャーってやったらね、ちっちゃいリンゴになると思ってる。はい、ということで完食でーす。よっしゃー。ヤマシも同じく完食です。さあ、ここからです。さあ、お願い、お願いだよ。どっちから開ける？ヤマシーのからか、デカキンのからか。次は自分のから。ヤマシーから行く。じゃあ、ヤマシーのから、あ、ちょっと、すいません、準備がありました。ということで、ポケモンゲットだぜ！お願い！もう被ることは許されない！被ることは許されない！ヤマシー頼むよ！頼むよ、本当に。頼むよ！はい、せーの！はい！よし、お願い出て！頼む！お願い！せーの！はい！リーフィア！なんだよ！なんでもうまた EV の進化系が被って。今日はすげえ。マジか！いや、かっこいいけど、そういう問題じゃないのよ、ヤマシ。ほんとだな、これ。新しいリーフィア揃って、またさ、かっこよくはなってるんだけど、そういう問題じゃないから。違ったな。何してんのよ、ほんとに。サトシがっかりだよ。なんでサトシがっかり？自分のことサトシって言っちゃうタイプのやつで。サトシがっかりだよ、もう。いや、めでよ。それどうなる？大丈夫です。皆さん安心して。デカキンはちゃんと違うやつ当てますから。よし、行こう。デカキン当てるよ。持ってる。ヤマシ大丈夫。俺は絶対被らない。被らないやつ当てるから。任しといて。よし、行くよ。ポケモン、ゲットだぜ。じゃあ頼む。お願い、お願い、お願い。行くよ。ほんで、ヤマシ開けるよ。はい、せーの。はい。おっほー、来たー。来たー、ポッタ石。これ、ポッチャマのね、多分進化系だよね。はい、ポッタ石が当たりました。すげー。やっとかぶってないやつ当たった。ポケモンゲットだぜ。ポッタイシということで、6丼が終わりました。6丼の結果がこちらです。今回6丼でデカキンが当たったのがモーカザル、ポッタイシ、リーフィアが2体とグレイシアが2体です。か
かぶったな。結構かぶったね。かぶったな。待って。あと出てないのが、ルカリオとハヤシガメ。なんか出そうな気はするよね。え、でもさ、結構、ハヤシガメとかの方は超出やすそうだけど、ルカリオここで出ないとなると結構出ないんじゃないかって俺は不安が今よぎってるな。違うよ、もう。ポケモン揃ってないじゃん。あと、2種類か。そう、2種類。だから何度も追加するかだね。どうしようかな。いや、無理だよ。無理だって。いや、だって、だって。2.2 は無理だよ。だって、2.2.2 は無理？うん。ヤマシーがいけるのか、まだ。なんかいけるね、今日は。じゃ、ヤマシーがいけそうなので言うと、あと何ドンいける？あと、3ドンいける。じゃあ、俺1ドンで、4にしようか。そうしよう。4ドンいけば、2は出る可能性あるから。ということで、じゃあ、4ドン。今から、サトシ買ってこようと思います。じゃあ、ちょっと行ってきます。よっしゃ。はい、ということで、今ですね、ポケモリキッズ牛丼セットを4つ買ってきました。もうこれで出てくれないとね、うん、もうこれ出てくれないと本当に終わるから。これ全部食べたら10丼だから。前回超えちゃうから。そうか、そうだね。なんとかこれの4丼までにやっぱ来てほしいですね。うん、じゃあ早速食べていきたいと思います。はい、ということで、デカキンのトッピング。実はね、まだ言ってなかったんだけど、これが一番自信作。自信作の。いや、違う、これはノーマルノーマル。まだ乗っけてない。もちろん乗っけてない。ここに乗っけます、今から。何？はい、乗っけるのがですね、なんと、ガリとコチュジャン。これはマジでうまいよ。この甘いガリとコチュジャン。で、ちなみに、このガリに関しては、できれば黄色のやつの方が良かったんだけど、今ピンクのやつしかなかったんで、ピンクのやつ買ってきました。お寿司の、なんか横に置いてあるこのガリね。はい。で、こちらのコチュジャン。甘辛いコチュジャンです。合うの？これがね、めちゃめちゃ合う。え、これ知らない？やったことない？ない。こうやってね、ガリ乗っけるでしょ？で、ここにコチュジャンを乗っけます。はい、こんな感じです。ガリにコチュジャンをたっぷりとかけました。これを、こうですね、ぐちゃぐちゃに混ぜます。これがね、めちゃめちゃうまいのよ。ガリとコチュジャンの組み合わせはね、絶対やった方がいい。今さ、ヤマシーにもさ、ちょっとだけ食べてもらったじゃん。コチュジャンガリ。うん、どうだった？これはうまい。合うでしょ？合う。めちゃめちゃ合うよね。だから、これが、あとは、牛丼に合うかどうか。これは牛丼に合うかは試してないから。ただね、これ前ね俺ねカルビとかの肉と一緒にこれで食べてたの。だから限りなくもそうだよ。だって普通牛丼に生姜ついてるもんね。そうそう、ついてるけど、こっちは甘い方の生姜だからね。だからタイプは違えど、これはいけるんじゃないかなっていう思いがあるので、それでは早速こちらを食べていきたいと思います。いただきます。合う。うまい。これはうまい。噛めば噛むほど合うわ。やっぱ生姜本来のあれかな。それがもともとやっぱ牛丼に合うから。うん。紅生姜なのかガリーなのかの違いあるけど、やっぱ生姜は合うんだよ。いや、香りがもうすごくいいよ。ほんと？うん。これだったらあと2、3丼いける気するな。お、いいじゃん、いいじゃん。うん。そして、人丼担当のヤマシーは大根おろしにポン酢で。おー、いいね。うわ、大根おろし大胆にかけてるね。ねえ。うわー、美味しそう、はい、これは合うよ、ね、大根おろしのポン酢だもん、しかも。これは合いますね。うん。これもさっぱりといける。いいね、この時間帯にさっぱりは。うん。超いいね。いいね。はい。ということで、完食です。ヤマシーも完食です。ということで、ポケモン、ゲットだぜ！よし！決めよう、これで。まず、ヤマシーからのでいい？いいよ。ヤマシーのからお願い引いてね！せーの！はい！よー、出てきた！もう待って、見えてんじゃん。もうこれってもう絶対違うもんね。残りのもう一体の足じゃないもんね、こいつね。せーの、はい、リーフィア。リーフィアかい。また増える。リーフィアばっかりじゃん。何してんのよ。まあでもまだ任せてください。いける。今日は運があるから、やましい、見てて。絶対当ててやる。せーの、はい、ポケモンゲットだぜ。はい、え、これ触り心地違うよ。触り心地違う。何と違うの？今までのやつと。せーの、はい。うわルカリオ来たー。ルカリオだ。うわ、超かっこいいじゃん。これポケモンユナイトやるときね、よく使ったりしてましたね。え、見て、超かっこいい。あ、それはいいね。かっこいいなー。作られてるなこれ。はい、ということでルカリオゲットです。とうとうここまで来たよ。ラスト1種類、あと1つか。あと1つ。はい、ということで今現在はこちらですね。とうとうルカリオが出てくれた。来たね。そうで、リーフィアがまさかの3体。あと2ドンで決めたいね。そうだね。よし、お願いします。あと2ドンでお願いします。よし、じゃあラスト2ドン行こう。じゃあ早速ラスト2ドン食べたいと思います。じゃあラスト2ドンにかけたいと思います。よし、お願いします。最後この2つ食べましょう。はい、トッピングですね。はい、デカキン最後のトッピングはこれを最後にしたいということで、マヨネーズと一味唐辛子。これはもう最強です。まあもうこれはもう間違いないね。マヨと一味はもう絶対合うから、今まで合ってきたから、これはもう間違いないんで。
新品だった。新品だったわ。いや、マヨたっぷりかけさせてください。それはもう、そして一味唐辛子、これかけすぎたら終わるんで。そうだね。はい、ということでマヨ一味牛丼です。そして山氏の方は納豆。あ、合う ね。納豆もかけちゃって、かけちゃって、もうかけちゃうよ豪快に。納豆合うよ、だってオクラとかと合うんだから。そうだよね。うん、合うと思うわ。うわー、これは大胆に納豆がいいんじゃない。これ美味しいね。これで元気つくから、うん、よし、じゃあ食べよう、うん、いただきます。決めたいね、そろそろ本当に、うん、また買いに行くの嫌だもんね。そうなんだ、そこなんだよね。ちょっと時間かかっちゃう。そう、いただきます。うん、まあ、合うわ。合わないわけないもんね。カロリーがすごいんだよね。うん、これ別で食べた方がいいかもしんない。ん、納豆と牛丼、うん、別の方がいいんだ。食感ちょっと渋滞してるわ。マジ、うん、意外に納豆と合わないんだ。合わないってわけじゃないんだけど、別々で食べた方が絶対美味しいと思う。うまいな。ということで完食です。そして山椎も完食です。よし、来た。あ、ちょ、失礼しました。そうだそうだ。ということでポケモンゲットだぜ。よし、ここで決めよう。ここで決めないと。もう決めよう、もう決めよう。ただね、今これ触ったでしょ。あれ、残りのポケモンがハヤシガメ。ハヤシガメって結構分厚いのよね、うん、デカキンのやつはちょっとまだちょっと見込みないかなって感じなんですけど、ヤマシーのやつが超分厚いの。ヤマシーのやつハヤシガメの可能性超あるよ。これあるね。これがハヤシガメじゃなかったら何なのっていうぐらいこの分厚さ。ハヤシガメじゃん絶対。終わりだ。はい、ということで、はい、達成。いや、まだ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 。ちゃんと見よう。いや、開けないとね、うん、まだ分かんないんで。達成じゃなかった時マジで終わるぞ、ね、ゾッとするぞ。いきます。まずデカキの方からポケモンゲットだぜ。デカキンがゲットしたのが、せーの、はい、わー、もう飾る。なんかセーフみたいな形をセーフじゃないんだよ、アウトだよ。可愛いね、でもね、可愛いんだけどね、悔しいな。ただここに大本命ハヤシガメ、大本命います。こんな分厚いんだね。ね、ハヤシガメでしょ。いや、もうそうでしょ、間違いないでしょ。お願い、せーの、ポケモンゲットだぜ。はい、ということで、せーの、ハヤシガメだ。ハヤシガメだ、やった。最後のポケモンハヤシガメゲットしたよ。いや、分厚いなハヤシガメ。すごいな、これだけ。ここがハヤシになってんだもんね。あ、そういうことか。この分厚さやばいよね、うん、あ、でも顔かわいいよ、見て、顔かわいい。あ、本当だね、いい顔してる。君がゲットできなくてどんだけ悩んだか。ハヤシガメということでポケモン全種類達成。それではデカキンがゲットしたポケモンがこちらです。ポケモン出てこい。はい、こちらです。うわー、揃った ね。やっぱでもダブリがあるね。そりゃそうだ、ダブリがやっぱさすがにあるけど、全部で10丼ですかね、うん、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 丼食べて、なんとか全種類揃えることができました。今となってはやっぱね、このハヤシガメ、うん、ハヤシガメがちょっと思い出だな。ね、うん、なんとなく最初に出るかなぐらいの。ね、なんならさ、このルカリオとかポッタイしか出にくいのかなみたいな、うん、思ってたらまさかのハヤシガメだよ。ね、ここで苦労するとは。もうかざるぐらいの感じで出てくると思ってたわ。そうだね。なんか一体だけ厚みが違うから、うん、やっぱこれ店員さんもなんかわかるよね。今入ってるかどうかって。分厚いのくださいって言ったら、もしかしたらハヤシガメ当たるかもしれないですね。うん、前回より一丼多いけど、なんとかいけたって感じだね。うん、でも前回5種類だもんね。あ、そっか、うん、1種類増えてるから。え、じゃあもう超良かったんじゃない。いや、結構運いいと思うよこれ。良かったし、なんならこんなに食べてんのにまだちょっと若干余裕あるでしょ。そう、だからトッピングってすごいんだね。あ、そういうことか。味変をすることによってバンバン食べれるみたいな。ね、あるかもね。ポニュ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 。デカキン TV。 いやー、でもまあよかったね、うん、結果全種類終われたんで。でもなんかこの感じでいくと第3弾は2日がかりになる気がするわ。なんかちょっと恐ろしかったね。今もう夜の注文とかできるギリギリの時間な気するから、まあ昼ご飯と夜ご飯で分けれたのがまあでかかったかもね、うん、まあそんなにきつくなく食べれたっていうのは。そして何よりもですね、もうぜひやってほしいのがガリコチュジャン牛丼。これはもうぜひやってください。それかマジで美味しいから。今日食べた中でも多分下手したら一番美味しかったかもしれない。美味しかったでしょガリコチュジャン、うん、で牛丼にもマジで合うから。でもそれを超えたのがお茶漬けだった、うん、あ、
ヤマシーはお茶漬け。お茶漬けが1位かな。わ、ヤマシーはお茶漬け牛丼、うん、でデカキンはガリコチュジャン牛丼。もうぜひ気になった方いましたら試してみてはいかがでしょうか。この動画がいいなと思った人は高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バーイ。誰なのこれ。いやだ、デカサトシだろ。ポケモントレーナーだろ、動画見ても。おばちゃんだよ。おばちゃん、こんなおばちゃんいないだろ、お前。出るときに、その辺にある帽子をトロかぶっていく、おばちゃん。子供の帽子とかかぶって、そう少年野球とかの、うん。違う、少年野球の帽子かぶったおばちゃんじゃないんだよ。ポケモントレーナーのデカサトシだよ。面白い。はい。またポケモン集めようね。わかったよ。サトシ。デカサトシ、デカサトシ。デカサトシで。